コロナなんて俺の歌でイチコロナと照れながら叫んで歌を歌って、昨日で1年4月、去年の4月12日からやってね、去年の4月12日の映像見たらマフラー巻いてるね。今年より寒いんでしょうか。気持ちが寒かったのがねコロナで、ということで1年とりあえず毎日歌を上げるということで、昨日1年終了しましたので、今日はちょっと最後の振り返りで、ありがとうございました。どんどんね、着実に再生数も減っていきましたけどね。チャンネル登録1000人いかなあかんのに、まだ500人もいってないんでね。ほんま、しゃあやな。こんなコラボないしようかなと思って。ちょっとやってみようかなと思うこともあるんやけど、難しいかなといろいろ思ったりしてるんで、ちょっとまあ、2、3日考えて。まあ、なんとなく、YouTube でね、繋がれた人、まあ昔から僕を知ってくれてて繋がった人がほとんどなんですけど、これ、TikTok 流したら人気出るんかな ?TikTok よう言われるけど。いや、俺は。中国の会社やから。まあ、そんなんで、ね、ちょっと明日は分からない。まあ、ちょっとなんかみんなに、毎日ここで話すのもええかなと思ったんですけど、まあちょっとゆっくり考えて、じゃあ1年経って、去年と全く同じ4月12日にこの歌でまたなんか増えてるとかね、わけわからん、医療逼迫っておかしいやろ、こんなに病院ある国で誰が増やさへんって言ってんのやろ、まあやばということで、明るい明日になることを信じて、明日はいつまでも明るいですからね。固く締めた靴の方にもほどけないように結んで歩いて、足を踏みしめ、涙止まらぬ夜でもどんな冷たい雨でも明けない夜はない、上がらない雨はない、明けるまで覚めるまで泣いてもいい、明日は晴れるから。
です。はい、ということで、コロナなんて俺の歌でイチコロナ。はい、ありがとうございます。またいつか。